はい、どうもゆうちゃん TV です。ご覧くださってありがとうございます。今日はですね、前回にも紹介した動画でもあったんですけども、今回もっとピックアップですね、自衛隊の演習中の食事は何を食べてるのか、ちょっと短めでちょっと動画を作ってみたんでご覧ください。まずですね、転売禁止って書いてある、煮込みハンバーグです。そしていつもの加熱セットですね。これがめちゃくちゃ便利なんですね。まずこの袋を開けてもらって、まあただの袋なんですけどね、ちょっと穴が開いてる袋なんですけど、このサバイバルヒーター、こちらがね、優れもんで、僕から寒い冬とか、まあ夏でもね、やっぱあったかいご飯食べたいじゃないですか。なんで、これをね、まずこの中に放り込みます。そしてですね、水ですね。水を入れると、この中の温度が上がって、めちゃくちゃ熱くなるんですよ。ハンバーグも一緒に入れておきます。結構20分ぐらいかかるんで、こんな感じです。中身はヒーターが入って煮込みハンバーグが入っています。ただ3分ですね。では水を入れて、測るもんですか。まあ適当で、すぐ倒します。で、まあ近くに石とか多分あると思うんで、石を乗っけてね。でこれでも完成です。まあ、そうしていくとですね、勝手に化学反応が起きて、ここからね、湯気が出始めます。これ音聞こえます？このね、あちちち石を、今見ました、石を跳ねのけるぐらいの、あっちのほらパワーがあるんですね。まあ、しっかりと蓋をして、これで20分待ちます。